はい、ファイナンシャルプランナーの駒崎です。本日のテーマはこちらになります。投資用ローン、金融機関はどうやって選ぶというテーマでいきたいと思います。特にですね、投資初心者の方はですね、こちらの方の動画を見ていただきまして、ご自分のですね、これから投資をする銀行の探し方も含めてですね、参考になればと思います。ではですね、まず投資用ローンのですね、金融機関の探し方からですね、見ていきたいと思います。探すといったらですね、まずはご相談をするとかですね、インターネットで検索するとか、そういったことがですね、思い描くのかなと思います。一例を挙げますと、このようにですね、まず近隣の不動産会社の方にですね、相談するとか、町のですね、銀行の方に相談をするとかですね、その他に比較サイトで見てみるとか、投資用物件取扱いの不動産会社に相談するとかですね、ファイナンシャルプランナーに相談したり、税理士に相談する、このようなことがですね、思い描くのかなと思います。これがですね、まずは一番上から見ていくとですね、近隣の町の不動産会社の方に相談するという場合ですね、まずこちらに関しては、アパートの物件管理をですね、メインに行っている不動産会社さんですと、ちょっと投資用ローン詳しくないのかなと思ったりします。あと町の銀行ですね、大手の都市銀行さん、信用金庫さんなどはですね、いきなり飛び込みでですね、相談に行ってもですね、ましてや投資用のローンをですね、専門に扱ったりしなかったりしますので、ちょっとハードルが高いのかなと思いますね。そして投資用ローンのですね、比較サイトで調べる、これはですね、非常に便利かなと思うんですけども、比較サイトで調べてですね、例えば一番金利がいいところを見つけた場合に、果たしてそれが自分が組めるローンの会社なのかですね、その点につきましては、ちょっと比較サイトではですね、わからないのかなと思います。あとは比較サイトの運営会社さんがですね、例えば不動産会社と提携なんかしてたりするとですね、ご自分で見つけた物件をですね、自分で頼みたい不動産会社に頼むことができなかったりですね、する可能性もあるかなと思います。そして投資用物件取扱いの不動産会社に相談するですね、こちらはですね、取扱い実績たくさんあればですね、こちら非常に便利かなと思います。ただですね、こちらもですね、ワンルームマンション専門の会社さんですとちょっと難しいのかなとかですね、アパートを専門にやってればですね、比較的いろんな物件に対してですね、相談が乗れるのかなと思います。そしてファイナンシャルプランナーに相談するですね、ファイナンシャルプランナーは住宅ローンに関しては非常に詳しいと思いますけども、こういった投資用ローンに関しましてはですね、あまり詳しい方はいないのかなと思いますので、住宅ローンの比較という意味であればいいのかなと思います。そして税理士に相談ですね。税理士もですね、融資に強い税理士というふうに謳っている方非常にたくさんいらっしゃるんですけども、あくまでも事業性の融資に強い方がほとんどになりますので、こういった投資用ローンに強い税理士というのはですね、あまり多くはないのかなと思いますので、はい、こういったところを参考にしていくとですね、例えばこれからですね、不動産投資を始める方でしたり、融資の取扱い実績が特にない、最近ではですね、大手の銀行で口座を作ってもですね、ネット銀行で通帳もなく、担当者と話したこともない方もたくさんいらっしゃると思いますので、このような方に関しましてはですね、ぜひこの投資用物件のですね、仲介をやっている不動産会社にですね、相談するのがですね、一番適化かなと思います。このような不動産会社さんですと、アパートローンをですね、取り扱いしている実績も多くありまして、例えば投資銀行や地方銀行、ノンバンクでしたり、政府系の金融機関ですね、いろんなところとの取引経験があると思います。これから投資をしたい方のですね、例えば勤務形態でしたり年収、あとは今既存でどのような借り入れがあるかとかですね、そのような属性を踏まえた上でですね、こういった金融機関がいいよというようなですね、相談が受けられるのかなと思います。ではですね、この後に見ていきたいのはですね、その金融機関ごとのですね、その種類でしたり審査の難しさ、そういった難易度ですね、について触れていきたいと思います。ではまずですね、金融機関の種類と審査の難易度ということで、メガバンク、都市銀行と言われるところですね、こういったメガバンクに関しましては、一般の投資家よりもですね、企業の融資でしたり、あとは地主さんへの融資をですね、優先的にやっているところになります。そのためですね、審査のハードルかなり高めです。ただしですね、この審査に通る方に関しましては、融資の上限金額でしたり金利などの優遇ですね、こういった部分がですね、非常に受けられる可能性があるかなと思います。
ですので、まあ、地主の方でしたり、多く取り扱い実績があるとかですね、そういった方に関しましては、メガバンクに挑戦してもいいのかなと思いますね。まあ、こちら、一つの条件になりますけども、まあ例えば金融資産で5000万以上ある方でしたり、地主の方、まあ、こういった方もですね、金利 1% 未満で借り入れできる可能性があるかなと思います。では続きまして、地方銀行ですね。地方銀行に関しましては、この投資用物件の融資をですね、もう積極的に行っているところが非常に増えております。はい。まあ、こちらですね、保証会社の審査によるんですけども、メガバンクに比べると審査の難易度は高くはないかなと思います。で、この融資対象とする物件のエリアに関してもですね、この営業所のある金利エリアに絞っているところもありますし、それかもエリア外でもですね、首都圏の物件だったら融資しますよというようなですね、地方銀行も非常に増えているのかなと思います。まあ、地方銀行というとですね、やはり住んでいる近くの地方銀行を思い描けると思うんですけども、そういったところではなくですね、まあ、例えば関東の方であればですね、関東圏以外の地方銀行さんがですね、この関東首都圏の物件であれば融資するよということで、例えばインターネットの申し込みができたりとか、あと東京支店とかで申し込みができるとかですね、そのようなことも検討できるのかなと思います。この地方銀行はですね、やはりアパートローンとしては非常にまあ、ありがたい存在でもあるですね、いろんなお客様が検討できる銀行かなと思います。ですので地方銀行に関しましては、まあ、いろんな条件がありますけども、まあ、会社員の方、自営業の方を申し込みできますし、あとはこの勤務先、年収、金融資産によってですね、その条件も変わってきます。あとはその物件のエリアですね、はい、まあ、金利が低い代わりにエリアを非常に絞っている金融機関も多いのかなと思いますし、そういった金利が低い金融機関で借り入れができない場合であればですね、少しエリアを広げている地方銀行、そういったところであれば、まあ、金利少し高めになりますけども、借り入れができたりもします。ですので、ここはですね、非常に幅が広くてですね、まあ、金利でいけば 1% の中盤からですね、まあ、3% 台というようなイメージかなと思います。では次ですね、ネット銀行になります。まあ、ネット銀行はですね、ご自分で調べてですね、比較サイトからもですね、出てくる可能性があります。こういったネット銀行に関しましては、ある程度ご自分の属性を見た上でですね、どのくらいの借り入れができるとか、あとは目星物件をですね、例えばこのネット銀行のシミュレーションの方に入力すると、このくらい借り入れができる、このくらい返済期間で購入できるんではないかなというようなところも分かったりします。はい、ですので、こちら不動産投資専用のローンですね、取り扱いしているネット銀行がありますので、この審査の申し込みをオンラインでできる、そういった部分のメリットもあったりですね、あとは中では不動産会社の提携ローンでこういったネット銀行と提携している場合もありますので、まあ、非常にここは選択肢としてはですね、候補としてはいいのかなと思います。で、一応こちらパッケージ商品になってますので、この申し込み要件に当てはまればですね、審査の難易度はさほど高くはないのかなと思います。で、主にですね、ネット銀行ですと、まあ、会社員の方対象にしてますね、はい、ですので、まあ、会社員の方でも年齢が結構いってるとですね、返済期間が組めなかったりもします。はい、主な条件としてましてはですね、会社員の方、自営業の方、あとも勤続年数3年以上の方とかですね、こういったところが当てはまる条件なのかなと、あと年収もですね、昔は低い条件だったんですけども、500万円以上に絞っていたりですね、700万円以上だったり、あとはさらに1000万円を超えていればですね、金利条件優遇するとかですね、そういったところでこの金利の幅も程度あるかなと思います。はい、では続きまして、ノンバンクになります。ノンバンクはですね、融資に特化した金融機関になりますので、まあ、預金とかやっていないというところですね。はい、ですので審査の難易度は低いんですけども、一応この市場性がある物件であればですね、全国対応をしているというようなイメージになります。市場性というのが非常に重要になりますので、まあ、業界用語で言えば担保価値ですね、担保価値があるかどうか、価値があってもあまり価値がないとですね、市場性が薄いというふうに見られてしまいます。ですので、こういったノンバンクに関しましては、チクフル物件ですね、こういったチクフルに関しても期間を長めに融資してくれたりします。例えば木造でもですね、築30年、40年、50年、まあ、こういったところでもですね、借り入れができる金融機関もあったりします。はい、であとですね、この共同担保っていうのも対応してますので、例えば購入する物件のですね、担保価値が低くてもですね、他に既に不動産を持っている、あと親族が持っているとかですね、そういった不動産を一緒に担保に入れることで、その融資の枠を広げる、そういった共同担保も対応しているところがですね、ノンバンクかなと思います。条件としてもですよね、一応まあ安定かつ継続的な収入というところがまず一つの条件になりますし、ただ自己資金はですね、担保価値が非常にまああまり出なかったりもしますので、20% から 30% ぐらい
物件の部分に関してですね、このくらいは必要なのかなと思います。プラスアルファ諸費用も自己資金が必要なのかなというところですね。はい、で金利に関してはこの、まあ、条件にもよりますけども 2.9% から 4% 台というのがイメージになるのかなと思いますので、まあ、宿フル物件で小売回りとかですね、こういったものがですね、こういったノンバンクを使う時にですね対象になる物件なのかなと思います。はい、そしてですね、政府系の金融機関ですね、こちらは他の金融機関と違ってですね、収入や勤務先といった個人の属性を重視していないというところがポイントですね。はい、ですので専業主婦の方でしたり定年退職した方ですね、こういった方も融資を受けたりすることができますというところですね。はい、でこの物件購入に対して融資をするのではなくですね、この不動産賃貸業の収益性がですね事業としてどうなのかという視点で見ていきます。はい、こういった部分ですね。ですので、まあ、事業計画っていうところが非常に大事になってきます。はい、で政府系のためですね、この固定金利で低金利に抑えられているっていうのもポイントですが、まあ、事業計画書の作成が必須というところになりますね。はい、まあ、こちらはですね、これから賃貸経営を、まあ、この不動産賃貸業を始めていくというこの事業としてですね捉えて利用できるような金融機関になります。まあ、条件としてはですね、この自己資金おおむね 50% 必要になってしまいます。はい、それと金利はですね、固定金利ですが 1% から 2.35% ぐらいの金利条件かなというところになります。はい、本日ですね、まず金融機関はどのように探すのかというところと、あとはまあその相談相手ですね、どういったところが相談相手になるのか、そして各金融機関の種類とですね、審査の難易度についてお伝えをしました。ご参考になればと思います。ありがとうございました。